ラジオネーム、ともかさん、ありがとうございます。平川さん、下野さん、こんにちは。こんにちは。アニコンのラジオ配信おめでとうございます。ありがとうございます。ドラマ CD の時から応援していましたので、とても嬉しいです。ありがとうございます。早速、二人に質問なのですが、私はよくお店で、特に本屋など、探し物が見つけられません。最初は自分で頑張って探すのですが、上を見上げすぎて首が疲れて、最終的に店員さんに聞くことが多いです。お二人はお店などで探し物を見つけるのは上手な方ですか？また見つからない場合、店員さんに聞きますか？最後まで自分で頑張りますか？参考にさせてください。ということで、僕はですね、なんか意外とその探し物をするのが、ちょっとなんかお店の中での楽しみだったりするのもあって、意外と頑張って自分で探しちゃったりしますね。あと本屋さんだと、こう、まあ大きい本屋さんだと検索機とかあるじゃないですか。それはでも意外と、使ったりします。うん。で、あそこら辺だなって当たりをつけて、そこからこう端っこからずーっとこう本屋さんだったらそのね背表紙見て探していったりするの意外と好きですね。そうするとなんかこう自分が目的としていた本じゃないところでパッて立ち止まってそれをちょっとねこう見てしまったりとかして。買うものが増えてしまったりすることもあるんですけれどもね。まあ、アニメイトにお越しいただいた場合には、アニコンがおります。いるのか？いるよな。アニメイトはね、まあ、アニコンじゃなくても店員さんもみんなね、すべて熟知しておりますので、そういう時には、もうぜひぜひ、アニメイトの店員さんに聞いていただければなと思います。そうだな、ヒロはどうなんだろう。意外と聞いちゃう方なのかな。僕の予想は、なんか、割とこう、スーって言って、なんかね、フレンドリーに、何々ってどこにありますかみたいな感じに聞いて、こちらでーすって言って案内してもらって、あ、どうもありがとうございますって、爽やかに挨拶をしそうなタイプな気がするんですけどもね、下野くんはね。皆さんはどう思われますか？はい、まあね、参考になるのかな。ありがとうございました。